Thank you.
なんだこれ、装備が変わってる。まさか、レベル1。そうだ、アイテム、メンバーリスト、装備は。消えてる。何もかもキャラデータまで丸ごと初期化しやがった。ねえ、さっきの人見た見た、変な腕。ねえ、腕、オーバー。あいつなら何か知っているはずだ。今の PC って何のジョブだろう。すっげえ珍しい方だったよな。そこまで見てねえよ。港区の方に行ったけど、よく見てこようかな。今の PC かっこいい。でもなんかいけすかない感じだったぜ。お前、ああいうのが好みなの？どこ行った？この先の路地に行った気がするけど。時の BK ども。だよな、やっぱある程度の手応えがないとね。ですよね。弱っちい奴らばっかりじゃ腕がなまっちまいますしね。そこで言うと、この前のマルチウェポンは相手にとって不足なし。あいつ狙うんすか？当たり前だろうが。このまま黙って引き下がるなんて真似、このボルドー様にはできやしないんだよ。はあ。なんで隠れてんだよ、俺。あんな雑魚ども相手に、この俺が。冗談じゃねえ。何がどうなってんだ。あっしゃー、ガスパー大丈夫？なんだなんだ。君は大丈夫だった？あれ、君初心者？そうなの？あのびっくりしたよね。驚かせてごめんね。ふざけるな。誰が初心者だ。俺は死の恐怖。死の恐怖？え、それってもしかしてあの有名な PKK の長谷尾？ああ、そっか。PKK か。どっかで聞いたことあるって思ったんだよな。でもそれって長谷尾だった気がするぞ。そうだっけ？そうだよ。
あのな、俺が本物の PKK の長谷尾だ。そういうことはもう少しレベル上げてから言わなきゃ。お前ら初心者さんなら僕らがいろいろ教えてあげるよ。こう見えてもオイラたちは初心者支援ギルドのカナードに所属してるんだな。初心者支援ギルド。一人前のプレイヤーになるために必要なゲームの基本知識を教えるギルド。結構有名なんだぞ。もっと、まずメンバーアドレスをあげなくちゃね。受け取って。メンバーアドレスっていうのは、ザ・ワールドの中で変なのに絡まれちまったな。連絡を取り合うための、結局オーバンも見失ったし、とにかく今は一刻も早くレベルを上げて元の死の恐怖に戻らないとな。仕方ね、ちょっとだけこいつらに付き合ってやるか。だから必ず承認してくれるわけじゃないんだよってちゃんと聞いてた？ああ、聞いてた聞いてた。本当に？本当だって。んなことよりいろいろ教えてくれるんだろ。ほら、とっとと次の授業に行こうぜ。じゃあエリアに行こうか。オイラたちをパーティーに誘ってカオスゲートに行くんだぞ。ここがカオスゲートだよ。ここで3つのワードを入力すると。それは知ってる。そっか、じゃあ初心者向けのエリアはデルタサーバー、うららなる先導のすだちあたりがいいかな。出かけよう。だから俺は初心者じゃなくて。分かってる分かってる、死の恐怖って言うんでしょ。そういうロールしたいのも分かるけど、死の恐怖はやめておいた方がいいと思うぞ。 PK とかに狙われて大変なことになっちゃうから。だから俺の話を聞け。じゃあ何、君は本物の PKK の死の恐怖でログインしたらレベルが133から1にダウンしてたっていうの？嘘だ、そんなバグ聞いたことないよ。嘘じゃないと言われてもね。ガスパ、きっとそういうロールなんだよ。そっか、なんだか難しい設定考えたんだね。だからロールとかじゃ。大丈夫、僕らは長谷尾のロールを否定しないよ。安心してついてくるのだ。そうじゃねえっつってるだろ。早速敵発見。まずはそうだな、スキルトリガーについて勉強しようか。そのくらい知ってる。でも長谷尾って初心者。
だから違うってんだろ。じゃあ実際にやってみようか。よし、ハセオ、あいつらと戦うんだぞ。スキルトリガーを使うの忘れないでね。まずいよ。トリガー使い方わからなかった？うるっせえな。ちょっと使い方忘れてただけだよ。はいはい。スキルトリガーをマスターすると戦闘の幅は一気に広がるぞ。敵の攻撃を止めたり自分の攻撃行動をキャンセルできたりするからね。頑張ってマスターしてね。頑張れ、ハセオ。だから初心者扱いはやめろ。だって君初心者じゃん。じゃあ次行こうか。人の話を聞け。さっきはスキルトリガーを教えたから今度は連撃について教えるね。そのくらい知ってんじゃ。あいつらと戦おうよ。タイミングは教えてあげるからちゃんと連撃使うんだよ。話聞けっつってるだろ。ちゃんと聞いてるよ。聞いてねえだろうが。わわわわわわほら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 ちょっと忘れてただけだ。またまた。ちゃんと教えてあげるからしっかり聞くんだぞ。いいかい。敵を攻撃してると敵の周りに青と紫のエフェクトが出ることがある。この状態の敵にスキル
キルトリガーに登録してるスキルを使うんだ。成功するとスキルがパワーアップして普段より大きなダメージを叩き出せるようになるんだよ。これが電撃。ちょっと難しいかもしれないけど少し練習すれば出せるようになるよ。頑張るんだぞ、ハセオ。じゃ、次行こうか。ってわかる？それは知らない。ほら、やっぱり初心者だ。まあ、ハセオ、ちゃんと教えてあげるからそんな怖い顔しないでね。で、なんなんだ覚醒って？パーティーメンバーで協力して出すすごい攻撃のことなんだけど。ねえ、ちょっとやってみない？実戦でやった方が分かりやすいと思うんだ。やろうやろう。よーし、おいら頑張っちゃうぞ。おい、勝手に決め。ほらほら、まずはエンカウントしようよ。先手必勝。覚醒っていうのは特殊な力を発動した状態のことを言うんだ。画面右上のテンションゲージがたまると覚醒が使えるようになる。やってやるぜ。よし、オイラも頑張る。せい、ハッ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 。これで死の恐怖に一歩近づけたぞ。下の階に行くほど敵は強くなるから、どんどん倒してレベル上げていこう。これ UF。 ま、ざっとこんなもんだな。押せ！
ま、ざっとこんなもんだな。あんたらトライエッジを知らないか？トライエッジ？なんだっけそれ。イベントモンスター？ある PK の通称だ。知らないな。ない。これがサニワの神、フォルセトの像だよ。僕らは獣人像って呼んでるけど。宝箱が備えてあるぞ。ハセオが開けるといいよ。久しぶりだね、ハセオくん。こいつら、ケストレルだ。何なのこの人たち。 PK だよ、有名な。なんだってこんな時に。しばらく見ないうちにずいぶんしょぼくれちゃったのね。死の恐怖様だと気づくのに時間かかっちゃったわよ。え、本物？本当に本当の死の恐怖？こんなところで出会うなんてすごい偶然。もしかして私たちって赤い糸でつながってる？何言ってんだお前。なわけねえだろバカ。匿名のメールで教えてくれた人がいてさ、遊びに来ちゃった。何して遊ぶ？とりあえずズタズタに愛してあげる。なんかよくわからないけど、乱暴なことはやめん。カッパー、邪魔するからさ。これはなんだ？一体どうなってんだ？ハセオ、逃げて！怖いか？たまらねえな、その表情。これだから PK はやめらんねえんだ。なんだ？何かが生まれる！
待ちなさい。ずいぶんと楽しそうね。なんだお前、一緒に PK されてえのか。いいのかしら、こんなことしてて。ああ、あなたたち PK が一番嫌ってるギルドがここに向かってきてるかもしれないのに。月の木か。通報したな。さあどうかしら。どうするよ。あいつらと揉めると後が面倒だ。お前覚えてろよ。バカね。私はあんたたちを助けてあげたのよ。助けてくれてありがとうございます。あんたがハセオね。あんたみたいなやつに名乗った覚えはないんだけど。噂通りの機関棒って感じね。何？あんた俺のファン？残念ながらガキは趣味じゃないの。あっそう、そりゃよかった。俺もおばさんには興味ない。おば機関棒とか趣味じゃないとか言い回しがどっかおばさんくさい。失礼ね。こう見えても私は。私は出直した方が良さそうね。ご勝手に。一つだけ忠告しておくわ。ハセオ、あなたの PC には危険な力が秘められている。危険な力？自分の PC から巨大な何かが生まれるような感覚を覚えたことはない？まあいいわ。じゃあまた会いましょう。びっくりしたな。もう話がよく見えなかったんだけど、要するに君の PC データってヤバいってこと？そうなの？じゃあ CC 社に行って新しいキャラ作り直してもらった方がいいよ。そうだよ、いきなりレベル1になるなんて普通じゃないよ。だな、確かに普通じゃない。だが俺の探してる敵も普通じゃないしな。敵？あの女の言う危険な力とやらが役に立つなら俺はこの PC を使い続ける。なんだか大変そうだけど頑張って。そういえばさっきの人、月の木の人を呼んだって言わなかった？あれはブラフだな。嘘なの？嘘も何も、あのおばさんは月の木に通報したなんて言ってない。はったりか、作詞だな。どうしたのカスパー？こんなにのんびりしてていいのかな。さっきの PK が戻ってきたら大変だよ。そうだったね。さあ早くタウンに戻ろう。あのさ、月の木に保護してもらったら？そうだよ、あんなに強そうな PK に狙われちゃってるんだし。月の木はね、
PK 廃止を訴えてるギルドなんだ。ギルドぐるみで PK 被害者へのフォローとかしてるんだって。月の木ってあいつらか。あんな頭の固そうな奴らの保護を受けろって冗談。あんな説教臭い連中に守られるくらいなら PK された方がマシ。だいたいゲームの中で慈善団体。長谷尾？どうした？お前、いつから？なんだよ。長谷尾さん、あなたは月の木のことを何一つ分かっていません。私たちはザ・ワールドをもっと楽しくしたいだけ、もっとみんなと分かり合いたいだけなんです。誰にだって人に優しくしたいって気持ちがあるでしょ。その気持ちを大事にしたいんです。大事にできるようになりたいんです。それなのにみんなすぐ慈善団体だとか宗教だとかからかって。私たちはただみんなでよりよく変わっていきたいだけ。お説教なんかじゃないんです。分かっていただけますか、長谷尾さん。お前なあ、これ受け取ってください。は？私、月の木のこと精一杯ご説明します。私たちのこと長谷尾さんにもっとしてもらいたいんです。っていうか拒否権なしかよなあ。はい。お前どうして俺だって分かったんだ。前とは全然違うのに。だって長谷尾さんは長谷尾さんじゃないですか。確かに最初は分かりませんでしたけど、すぐに長谷尾さんだって気づきましたよ。あ、榊さんが呼んでるんで私もう行きますね。次もたくさん月の木のこと教えてあげます。今のって月の木の人？いいじゃん。月の木のメンバーと親しければ PK たちも手が出しにくいんじゃないかな。にしても顔は同じなのに篠乃とは全然違う。どうした？なんでもねえよ。なんだかバタバタしちゃったね。僕たちはもう一回エリアに出るつもりなんだけど、長谷尾はどうする？いや、俺は。そっかそっか。じゃあ何かあったら遠慮しないで呼んでね。サポするぞ。それじゃ。まったな。なんかどっと疲れた。さっきのは一体なんだ。それにあの女、危険な力とか言ってたな。ログアウトしてメールでもチェックするか。